4日目の第1レース1着は山崎選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。3周バトルでしたね、うん、はい、はい、山崎選手には山田さんの東洋館プレゼントです。はい、ありがとうございます。美味しいですよ。はい、大好きです。はい、では振り返っていきましょう。はい、はい、進入枠なりで5コースからでした。はい、1、2ぐらいですかね。あ、もうちょっと遅いと思いました。うん、今日思い切っていけましたか。そうですね、はい、全速ではいけたんですけど、はい、はい、そしてですね、ここ展開ついてくるんですけど、はい、ちょっと切り返しましたよね。そうですね、ターンマークちょっと近かったんで、向かい風もあってか、はい、で届きましたね。はい、直線の足はすごいいいと思います。すごいいいんですか。はい、あの展示タイムもいつも良かったですよね。はい、はい、さあこの辺ここで6号店の山口選手が浮上してくるんですけれども、はい、だいぶ足で前で入れた感じですかね。はい、うん、このパンパンしてしまうのはこれ追い風考慮できてなかったかなと思いました。そうなんですか。はい、で1マークはいいんですね。はい、はい、シールとはゼロのまんまですか。そうですね、マイナスよりはゼロの方がこっちの方がいいです。いいです。はい、じゃあこのままで調整していくって感じですね。はい、はい、今日1回乗りだったので 5.83 ボーダーラインに乗っかってきましたけれども、はい、乗れたら嬉しいです。うん、あとは祈りですね。はいさあ今日の、この後の作業はいかがですか。そうですね、あんまりすることはないんで、うんうん、あとは点検ぐらいですかね。はい、あと西岡選手の応援、はい、届いてました応援してたんですね、西岡選手ね。はい、はい、あの、まあ、この中ではね、やっぱり船足目立っていたのかなと思ったんですけれどもね、はい、そうですね、2人ともいいと思います。はい、さあ、では この後ね、ちょっと一日長いですけれども、はい、しっかりお祈りをしてくださいね。はい、はい、ではまず皆さんに一言お願いします。はい、準優乗れたら頑張ります。応援お願いします。はい、1レース1着山崎選手でした。ありがとうございました。1レースのウィナーインタビューご覧いただきました。第1レース払い戻し金はご覧の通りです。